これ、忘れた言うの。これ昨日の、灘高校から東大理さん受ける人あるあるの動画にこれ映り込んでたじゃないですか。で、こんな感じで映り込んでたんですよ。こう。なんかこう、お尻だけ見えてる感じで映り込んでて、なんか、オナホール映り込んでますよ、みたいなコメントいっぱい来てて。いや、オナホールじゃないですと。考え方逆ですと。ちゃんとスキンケアの動画確認してくださいと。これ深田恭子を、いや、俺視聴者がさ、このスキンケアで使った深田恭子を後ろに置いてたら喜ぶと思ってさ、わざわざさ、ここに置いてた、まあ、わけよ。やのにさ、俺がオナホ映したまま YouTube 撮ってるやつみたいにさ、言われてさ、ちょっとショックでしたね。